京都芸術高等学校は、京都府宇治市五が小西の浦にある美術専門の高等学校であり、2010年12月に京都府から全日制課程の認可を受け2011年4月1日より全日制高校となった美術科のみの短科高校である。略称は経営校、京都芸校など、運営する学校法人は京都黎明学院である。 創立当初の校名は、京都高等工芸学校で2001年4月に、高等専修学校から昼間定時制高校に変更した際に、現在の校名となった。2006年4月より、数学者の秋山仁志が名誉校長に就任した。本校では、前身の京都高等工芸学校時代についても記述する。学科は美術科のみ。一年時は、 コース分けはされていないが2年次になる際に、絵画、デザイン、造形の3コースに分けられる。2011年度より新しく漫画文化表現コース、映像メディアデザイン表現コースが設置され、絵画分野は、絵画表現コースと、漫画文化表現コースの2コース、立体分野を、造形表現コースの1コース、デザイン分野を視覚デザイン表現コースと、 映像メディアデザイン表現コースの2コース、合計5コースとなる。この5つのコースは2011年度から2年次より学ぶ。日本の歴史文化を愛し、創造性豊かな個性身長の教育を推進する。豊かな感性を培い、人と心を大切にする人間教育と美と心をテーマとし、生きる力につながる特色ある美術教育を行う。 人権教育の充実、学力の向上と、心を育てるぬくもりと、感動と、信頼の教育を実現し、文化を創造する魅力ある学校を目指す。京都芸術高等学校では、専門の美術教科には、素描、基礎造形、絵画実習、デザイン実習、造形実習、特別実習、美術史、美術概論等の科目があり、一般教科では、国語、 数学、理科、地理歴史、公民、外国語、家庭、保健体育、情報などの強化単位も習得し、2010年度生までが学ぶ。2011年度生からは1年次に素描、基礎造形、演習、美術史を学び、2年次より絵画、漫画、造形、視覚デザイン、映像など各関連の授業として、専攻演習という科目が取り入れられ、 一般教科ではこれまでの教科に進化程として、国語表現、古典、数学エオーラルコミュニケーション、選択演習として、センター試験演習などの科目が加わる。2012年3月、警察庁の似顔をもとに、当時オウム真理教事件で特別手配されていた、高橋克也容疑者の模型を作成したところ、2012年6月に、防犯カメラの映像によって判明した。 高橋の要望によく似ており、警察が手放しで褒めたという。入学式、社生実習、修学旅行体育大会、黎明祭、オープンキャンパス、卒業式、新旧制作展卒業制作展、例年2月下旬頃に京都市美術館別館で開催制服は京都高等工芸学校時代末期より変更されていない。運動系文化系。ありがとうございます。